決勝タムラ打ち取ったれ。県政アシナ一心、国取りの決戦であった。野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末、熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいだ。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のある命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。良いな、狼よ。一心の国取りから24年、アシナの国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。